い、それではいきましょう。8小節2音です。先攻ロブ、後攻浦和山下、レディーファイト。お前らがスクールに行くように制服を着るように、俺はルーズなジーンズ、マジマドファック。お前ふざけんな、ヒップホップ勘違いしてんのか。シード枠関係ない、お前一回上がったんだから、マジでラップ俺にかましてこいよ。ルカミフォローミー、俺だけ見とけばこいつのバーツは耳に入らない。いいじゃないの、何がヒップホップ、教えてあげよう、私が先行、君は高校じゃないけど先行だけど、先生は僕でしょ、わかる。そのまま踏み倒す、君の目はもう死んでる魚のようです。このまま一体どこ見る、光は差してるその道を行く。目は死んでないぜ、俺生きてる、普段の電車みんな目が死んでる、俺生きてる、俺息してる、ヒップホップ排水口頭部、ネズミは美しい、俺のラップフリースタイル。仕事着で来るもんじゃないっすよ、ヒップホップは。ビギナーズラックで上がってくる、だったら給料でパチンコ行った方がいいんじゃないっすか。マジでファンコ、パチンコはやらねえ、そんなくだらねえギャンブルなんて、俺はマイク一本で今ここで立ってる。その辺がわかんないヒップホップ、エフェやろう、お前もう帰ってしょんべんして寝てろ。わかるだろう、この辺の違い、格の違い、俺は今ここで教えてやりたい。でもきっとわからない、穴開いた耳、そのまま突き通すスピーカーのように。終了。さあ判定決めたいと思います。先攻ロム、高校浦和山下、勝者浦和山下、ロブに大きな拍手。ロブかっこよかった、すまんね。ありがとう、ありがとう、ありがとう、かっこよかったよ、本当に。そりゃマジっすかと思うかな。そうですね、じゃあビート分かりません。8小節2音、先攻が龍、高校が半蔵、熱いにやってもらいましょう。8小節2音です。レディーファイト。 Yeah、大分湯けぶりに揉まれてきたよ、俺の背中に掲げるつって一見文字があんじゃん。夢は叶えるもん、自分で実現するもん、作り上げたオリジナルロード、俺が進むこと、ただのクソガキかもしれねえ。やる気はあるか、どっちがアルファ、二者択一、どっちも持っていくぜ。お前に選択肢はねえ、負けるその道を歩め、俺は突き進む、この山を登っていく。レディーセン、ジェロメン、パーティーボーイだって。レディーセン、ジェロメン、パーティーボーイだって。お前が自分のことばっか言ってっから、俺も客と共鳴しに来たぜ、ジェロメン。自分のことばっか、証言、そのためのライブ、チャンス広げるためのバトル、そのくせ、クソガキ。カラオケ気分のクソガキが増えすぎた。Yeah.いや、表現とか言ってるくせに何の非表現もできてねえガキが、何を言ってんだそのにやけ面、見たくもねえんだ大分福岡、どっちがやべえか。これは真剣、まっすぐな勝負、まっすぐな目、俺はお前に向けて言葉を打ってんだ。それは心、俺の心に向けて吐いてみろ。お前がゼロ式なら俺は打ち抜く95式だ。お前が俺に向けてまっすぐ打ってるつもりのその銃弾、それてるそれてる、俺はまっすぐここに立ってる。お前が自分のこと語りすぎて俺がにやけちゃってんだよ。自分のこと適当に自己紹介ばりに自分のラップかましちゃって、俺に対して言葉がない、出してるつもり、そんなつもりはいらない、事故る交通事故。終了、判定いきたいと思います。先攻龍、後攻半蔵、ちょっともう一回見ますかね。まあそう、こっちはちゃんと見た方がいいですね、これは。プロはちょっと明るくなりますか、軽く。いい試合だったので、これはきっちり見たいと思います。いきましょう、先攻龍、後攻半蔵。どうですかね、皆さん。いやー、ちょっと分かんなかったかな。分かりました、延長いきましょう、延長。電気つけてくれて、こっちついちゃってますけどね。そっちの反応もいいんですけどね。そしてビートはここで、ジェナルド・パーマー、オリジナルビート、自分乗りだそうです。お、オリジナルビート、オリジナルビート、延長オリジナルビート。まずはビート聞きましょう、ビート聞きましょう。かっこいいっすね。猛者っぽい対決でね、行きたいと思います。変わらず8小節2本です。先攻が半蔵、後攻が龍、行きましょう。レディーファイト。 What's your name? どこのドイツ、お前は大分、胃の中の蛙、大会を知ったがデカさにビビって緊張、目が泳いでる。
泳ぎすり俺は大海をまるで鷹の標ホークアイ見下ろすのみ所詮下の毛の毛でもエンジョイエンジョイ楽しくやろうぜ、yeah、お前も上下目が泳いでるそれとも俺の手のひらで踊ってるサンダルそんなガキに過ぎねえかお前の言葉伝わってこんでいいな英語使えばかっこいいと思ってるどうやって言葉を俺に突き止める確信が全然つけてない俺の真の像核の方まで打ち抜けよ俺の言葉が伝わってっからちゃんとアンサー返してくれてんじゃないですかいいよお前の手のひらで踊ってやる手つぶれないようにしっかりと考えとけよ体だけじゃない声そして俺のナイスジョーク後ろでこのビート流れてる俺のメンタルこそがヘビーウェビーじゃない、ヘビーでごめんねだから客の方みんな、俺を見ろ俺はお前と会話がしてんだこれは対話型のフリースタイルどちらも核がある俺はお前の細胞レベルそこに打ち込むライブ Yeah オリジナルビート俺もオリジナルラップお前のオリジナルラップも気に入った最高の MC だから最高のバトル終了いいバトルでしたさあ、判定決めたいと思います今度は一発いきたいと思います先攻半蔵後攻龍勝者半蔵龍にも大きな拍手ベストバウト候補ですねめっちゃ良かったですねお互いの勝負先攻エスカイロ後攻ルビオ8小節2本ですレディーファイトルビオさん俺はあんたに言いたかったバジルやアダムがライブしてた時お前はそのビーツ聞いて裏でサイファーしてたらちゃんと話聞いてたのかまだファッキンメイそういうとこが全くできてないような MC ですかあんたのこと尊敬してたけどちょっと手のひら返しちゃったあそうなんだ内容聞いてなかったんだ2人の曲歌っていただけ俺好きな曲口ずさんでしまうからそれぐらいいいでしょ俺もそうかもしれない譲れないものがあるか知らねえ言葉じゃ食えないこれは誰の言葉なのかそれは過去の話なのになぜかこれにすがりついたやつがここにいただけさ2人の歌歌うならここに来る前かこれが終わった後に歌え今音楽する時間じゃ全くそこが分かってねえ俺のワンパスでちゃんと話聞いてたんすかやっぱりそういうクソな MC ってことで俺はあんたのこと判断していいんだな俺は俺なりのやり方で貫いていくよマイクに一本魂込めてんだぜ裏の話なんでも出していいんだ昨日の佐賀予選の話しようか DJ タイム後ろで携帯ピコピコみんなに見せたいな動画はちょっと撮らないよ、こう、まあ、証拠、ツイッターに拡散とかかわいそうだから、今、SNS の時代、お前、あげちゃう、SOS、あら。終了。入っていきたいと思います。先攻はエスカイロ。後攻、ルビオ。勝者、ルビオ、エスカイロにも拍手。さあ、それでは、いきたいと思います。先攻、ジレン。後攻、バンブ。場所です、日本です。レディー、ファイト。ハッスルライブ始まってインターバル相手もまだ盛り上がっていけるやつら無条件な声上げてけよ俺は妥協しないまあパッとしないことはないただただダラダラ並べる言葉の中お客とみんなと遊びたい、yeah、パッとしないチャンスはあと2回から1回になったのに2回エリカさんが叩いてるのにちょっと女性のエスコート足りなくないちゃんとビート乗ってけよ部署編ザとか俺に向く前にまずはお客さんをあげるとこかなまずこうやってハリアップまず声あげな、yeah。あげたあげた掲げた俺らの言葉でまた盛り上げた所詮は盛り上げ要因でもいい首刈り取る帯の毛同意楽しみたいただただ音なしこれも即興大興味笑顔でまあ盛り上げ今日部長編ザまた上げてくよでも残念はバス目から部長編雑誌が言ってない一応バトルその成り行きのもと俺を全力で殺しに来いよな残念だから延長はなし延長したのはいいけど俺の方が勝ち3回戦俺にしっかり背中任せときだっぺ終了これは2人に一度でかい拍手を素晴らしい2人とも体に8小節染み込んでましたねビート大丈夫ですか電源落ちたんですかもうないでしょうねもう大丈夫ですねいやこの2人すごかったですこれ今みんなビートはもう手拍子になりましたけどバッチリハマってたんでただ勝敗は決めたいと思いますので、皆さん
校区ですが決めていただきたいと思います。先攻がジレン、後攻がバンブルです。先攻ジレン、後攻バンブル、勝者バンブル。ジレンにも大きな拍手、ただ2人に大きな拍手を送ってください。素晴らしかったです。びっくりしました。やめな、もうやめる寸前のものをやっぱりつなげてくれたので、今の試合も本当ベストバウト級です。はい、OK です。いいと思います。先攻がバスタード、後攻が赤巻。いやー、はー、はい、8小節4です。いきましょう、レディー、ファイト。よう大自然の上で俺も踊りドリームクラス、大分高崎山小山の猿、九州のシーンに俺お邪魔します。よう、やってきたローカルもレップしてるラップ、今見せるローカルもレップ、コンタクトレンズをしっかりはめて勝利を見つけるぞ。Yeah、 お前はお邪魔すんな、ビートの邪魔にしかなってね、汚ねえラップ。俺はしっかり音に乗る、ファンを持してビートしよう、言葉吐く。あ、お前挑戦初心者、そんなラップで俺に勝てない、ドウィーキャー。俺は操るマイクとビート初心者、つけとけザイルドシート。一人初心者とか言ってドウィーキャーで不具合、ほんと初心者っぽいっすね、そういうとこ初心者ドウィーキャー、全然かませてねえラップが。今日聞けてない、ラップできるかないから、こいつすぐにつける、わかるか。よ、つける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 わかるかな、ステリバーグみたいに傑作を生み出すラップ。いや、早口でまくしたててさ、そうやって無理するところ、これこそ初心者っぽいだろ、人に自分のこと棚に上げて何言ってんだよバカが。Yeah、 俺は宮崎を背負ってきた、現場にも行く、音源だってたくさん作ってる、お前とは格が違え、見せる格の違い、結局ラッパー男覚悟次第だろ。終了、行きたいと思います。先攻バスタード、後攻赤まぶし、勝者赤まぶし、バスタードご覧ください。先攻陣、後攻さん、8小節4です。行きましょう、レディー、yeah。 はい、yeah。俺は宮崎、こいつ誰だ、俺はマイカフォンで人生にかけた、こいつはダメダメだ、で顔面にぶち込む懐にカメハメハ、これライム置きどころ、お前は落とし物、お前のこと俺今年殺、つまり俺はこの大舞台でライブ吐いて、俺はマイク掴んで、俺はこの先に進んでいくだけ、俺の口ならガンシャット、ノーダウト、シュートダウト、嘘のフェイク、自信と偽りがお前のダウトを抜く、ブルーディスパッカッション、ちょっと傷つき、それでもなおかつ逃げる、これはスコール、ストップロにぶち込む、お前のワームは何、どこさん知らないが、どこの街でもぶちかませろ、俺はそういう男だ。俺一回戦ぶちかまってるんすけど、てめえみてえに信仰巻いて逃げてるやつとは違えし、気をつけて何を見てる、俺は赤目じゃねえし、ヤバめな MC それ分かってねえし、お前俺のやり方見せるためにこのマイク握った誰がヤバいか今から教える、これがテイク、バッチリとやっていこう、これがラッパー、お前は今ラッパーって名乗れるほど音源作ってんのか聞かせてみろよ。いえ、はしたない早くステップ、こいつはスタートテイク、だから言う、もう一度シュー、お前のダンスゴミラップ、俺のリリックライブ、俺はこう来てる、チェック、見せるとこは見せる、あくまでラッパー、適当なやり方じゃ超ダサかった、お前のライブじゃ首が振れねえ、あくまでブルーバップ、俺でブラしとけ。終了、判定いきたいと思います。先攻ジーク、後攻佐賀、見ましょう、見ましょうか、ちょっといい試合見ましょう、いい試合でしたね。もう一回いきます、先攻ジーク、後攻佐賀、延長、延長いきます、延長はビードが変わります、8小節2本変わらせてビードがあります。えいえい、あん、じゃあ延長のビートお願いします、お願いします。変わらず8勝2本ずつです。いきましょう、延長、先攻が佐賀、後攻がジーク、レディー、ファイト。ああ、イエーイ、イエー、体感並み、誰も俺を知らない街から、この街、明日はここベスター、いいところで酒を飲み、あいつらと交わす約束、あん、背景が涙を濁した、毎日のライムで少しのクリーヒット、あいつがいるベス、俺もよく笑えるベビー、お前のそういう熱い話、あるならあるだろう、宮崎の魂。いや、お前寒い寒い。
炎上になってお涙頂戴とか笑える。マジでそういうのいらないし、俺今一大事、お前はピカイチになれない。俺は誰かに行きたいし、お前のラップも所詮非売品。俺のやり方見せるだけ、お前より現場でスキル磨いてんだぜ。あくまでスタンダードのフォック、お前のやり方ブーム、いらないおっちゃんファック。誰よりもベビーモチベーションプンプン、上がり出すこんなグループ。ゆっくり見ようよ、耳を開けろ、このまま油断せ、沈みの合図。お前のやり方はどうせ光らねえ、わかる他のやつ多量産せ。お前どうせライブ呼ばれねえからバトルでライブみてえなこと言ってんだらクソ出せんだよ。俺のやり方見てるだけ、俺再来週も俺福岡でライブするでチェックしときゃバーケ。そういうことだ、お前としてるとこが違え。バッチリとマイカポンポン、俺は逃げてきてね正面。聞いとけ俺の本件、バッチリと正面していく、磨いとけお前はまず語源。終了、判定いきたいと思います。先攻佐賀、後攻ジーク、勝者ジーク、佐賀にも大きな拍手。いきましょうか、先攻ダーヒー、高校マーティン、いきましょう、yeah. レディーファイト。 Yeah、 特に言うことはね、俺はバトルだからって無駄なミスはしねえ。いやラティゴも言ってたぜ、最後に残るのはこの2本の指だけ。だから中指は立てねえよ、福岡まで来て地元の人が。いやいや正直なところバトルしたくねえが、全国に立つのは 100% 強いこっちだろ。全国に立つ立場、そんなもんは俺は関係ねえよ。俺がやってきたこと、見てきたもの、全てを俺は凌駕するような評価なんて俺は全然気にしねえよ。いつだってエモーション、それだけを大事にしてきたんだよ。お前ビラ配ったことあるか、ポスター貼ったことあるか、路上ライブしたことあるか、俺はいつだってやってきた。今日アスファルトの硬さが俺を育ててくれたんだよ、yeah.もうそれっぽいことを言うバトルは俺は飽き飽きしてんだよ。こういうラッパーばっかり、これからの時代暑さだけじゃ生きていけない。宮崎と次の次世代はスキルフルな、見とけお前ら。俺はスキルフルかソウルフル、その上であんたのことをこの一本の指で押し潰す。いやそれはできねえ、この両手があるからマイク握れる、足があるからステージに立てる、母親に感謝だぜ。いやいや確かにお前は母親に感謝かもな。俺の親父、いや全身がんらしいな、もうすぐ死ぬらしいな。それでも俺はいつだってやってこれた。おい親父に最後くらい親孝行してんだよ本当に。お前はそういう誰かにとっての、いや誰かに涙を誘うようなこと本当は言いたくねえけど、ダセえところは俺は本当は見せたくない。だけどもこういう弱点の人生から逃げたくねえんだよ。終了、素晴らしい経験者、判定をお任せします。いきましょう、先攻ダーヒー、後攻マーティー、勝者ダーディー、マーティーにも大きな拍手。練習でしたね。